いいですか、我々農業者、農業経営者っていうのも経営やってるから利益を出さなきゃいけない。利益を出すためには原価が低いがいいにそれは決まってるんですよ。で、山下さん、俺自分家の農産物の原価知らないっすって、いやそれまずいっしょ、左脳使いましょう、左脳ね、右脳の感覚だけで言っちゃうと、いやいくらか原価わかんないっすって、これやめませんか。でもこれ分かっちゃうと原価を下げたら儲かるって、もう1たす1は2みたいな答えがそこに転がってるわけだから、で感覚的なものも持ってるわけでしょ。最強なんですよ、最強。はい、皆さんこんにちは、 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマこちらになります。優秀な農業経営者は右脳と左脳を使うというね、なんだその話はと突然脳を耕せとか言ってるけど、なんかまあ脳の話し始めたぞと、まあ、思われる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、今日はちょっと、農業経営者にね必要なスキルについてねお話をしようと思ってます。まあ、その前にちょっとお知らせなんですけど、まあね、前回も、お知らせしましたけど、なんと第13回農業ウィークについにセミナーで登壇することが決まりました。本当ありがとうございます、ね、九州の田舎にでね普通に農業やってたこの私がついにね東京の幕張メッセ、まあ正式には千葉なんですけどね、あの大きなステージで講演をさせていただく、セミナーをさせていただく、本当ありがとうございます。ついにね、田舎もんが大きなところでねあの話をさせていただく、これも本当このね動画をね見てくださっている方々、まあ、各地全国セミナーとか講演呼んでくださっている方々おかげだと思っています。本当心より感謝申し上げます。で、実は前回ね九州農業ウィークというのが初めて開催されまして、九州で初めて開催されまして、まあ、そこでもちょっとお話しさせていただいて、まあ、なんでもね非常になんかお客さんが集まってくださったということで、だったら山下さんさ東京でも、幕張メッセでも話してくださいよっていうね、ちょっと謎になんかプレッシャーかけられましたので、もしお近くの方いらっしゃいましたら、幕張メッセ、日にちがですね10月11日から13日まであるんですけれども、その初日10月11日、まあ、農作業ね、非常にお忙しい時期だと思いますけれども、この10月11日の11時から、私が幕張メッセでなんとね生山下が喋ってますので、生山下見てみたいっていう方いらっしゃればですね、ぜひ来てください。いろいろお話ししましょうよ。はい、よろしくお願いいたします。さあそこで今日のテーマなんですけれども、優秀な農業経営者は右脳と左脳を使うということなんですけど、右脳と左脳って考えたことあります？いや一般的に右脳というのは例えば直感的感覚的な能力に優れている、なんか感覚的になんか動物的な本能とかね、勘が鋭いとかね、で結構楽天家でマイペースで自分のことが好きみたいな、いわゆるイメージでね、司るのがこの右脳というふうに言われています。さあそして左脳は何かというと、ちょっと分析的だったり理論的だったり、ちょっと理屈っぽかったり、言語力や計算能力が高い、そして几帳面で真面目努力家。さあ皆さんどちら使ってますか？右脳派っていう人、俺直感だな、ちょっとあんまりなんか几帳面じゃないしな、右脳派だなっていう方ね、たくさんいらっしゃいますよね。で、左脳派っていう人いらっしゃいます？左脳派って、そうだな、なんかあまり直感の動くというよりもちょっと計算してじっくりと、理屈に基づいて、なんか数字データに基づいてやらなきゃ気が済まないよって、これ左脳派の人ですね。はい、このようにですね、実は人というのはこの直感的な右脳で動いてたり、計算高く言語化したり説明がうまかったり、左脳で動いたり、この右脳と左脳を実は交互に使い分けてるっていうふうに言うんです。で、そこでですよ、そこで実はこの優秀な農業経営者は右脳と左脳と両方とも使うっていう、ここがポイントなんです。だからこれがないと農業関係者もなんで農家さんってここが苦手なんだろうって、あ、そういうことかっていうふうに農業指導する人たちも分かるし、農業実際やってる人たちも、あ、なぜ自分がそれが苦手なのかっていうのも分かる、いわゆる自己分析ですね。はい、で、この右脳に、右脳に得意な人、右脳をちょっと使うのが上手な人はですね、やっぱり勘だったりコツをつかむのが流行ったり、この経験とかで判断する。正直言うと農家さん、農業者、まあ、我々はこの右脳めちゃめちゃ発達してるんですよ。
右脳が優れているんです。はい、そして、例えばですけど、経営とは何かとか考えたり、理念とか自分の志とかビジョンとか考える、これ僕が今ね各地でやってる経営塾でもこういった右脳を使う訓練っていうのもやってます。だから、勘で仕事したりコツをつかむのがうまかったりするけど、あれ俺一体何のために農業やってるんだっけ、自分はこれからどこを目指すんだっけとか、ビジョンを考えたり目標を考えたり、自分の強みを考えたり弱みを考えたり、いわゆる自己分析、自分のことを考えて言語化する、これって実はイメージ、なんかほら、なんていうの、絵に描けないじゃないですか。だそれ自分の中でふわっとこう考える、こういうのに長けてるのが右脳人間なんです。右脳人間ですから、右脳に長けてる人っていうのはそういう目標がビジョンがバチッと決まってて、感覚的なもので、あのフットワークの軽い、まあそういうね人割と成功していらっしゃいますよね。はい、じゃあそして、じゃあ左脳を使う人ってはどういうことかというと、データとか理論武装して数値とかエビデンスとか根拠とか、なんかそんな風に、理路整然と、理屈で固めていって、考えて物事を行動していく、これ左脳の人間というふうに言われています。だからデータ記録を取ったり、でそれを分析したり、だからまめに記録取ったりデータ管理したり、そして実は後ほどちょっとお話しするんですけど、生産分析、生産原価はどのくらいだろう、経営で今利益率は何パーセントだろうとか、損益計算書とかお金の計算とか、収益率であったりとか、付加価値率であったりとか、まあ、いろんなデータを崩して分析して、例えば表を作ったりとか、そしてどうするべきか、もっと言うと SNS で発信するっていうのも実はこっちの左脳ですね。言葉を使って、自分のところはどんな風に見られているのかとか、写真を撮ったりとか、そんなことをできるのが実は左脳人間なんです。さあいかがでしょうか、皆さん左脳使ってます、それとも右脳使ってます、もしくはあ俺両方ともできるって、両方とも長けているあなた素晴らしいです、めちゃめちゃ優秀です、めちゃめちゃ優秀なんです。ところがこの優秀にも勉強ができるとか学歴が高いとかいう方いらっしゃるじゃないですか。でその人たちって実は学校の勉強で教えてくれるのってこっちの左脳なんですよ、国語算数理科社会で答えのある勉強をやってるのがこの左脳なんです。だから優秀、まあ一般的に世の中で学歴が高くて優秀な人っていうのはこの左脳がものすごく発達してるんです。ところが農家とか自営業やってたりクリエイティブなことをやってる人、職人気質の人、こう右脳が長けてるんですよね。すごくないですか。だから農家って右脳が長けてるんです。だからすごく勉強ができる左脳人間の人と実はあんまり話合わないんですよ話合わないんですよ。ところが今度困ったことに、右脳で頑張っている我々農家はこのうわちょっとなんかデータとか数字計算とかなんか表を作るとか経営分析とかなんかパソコンでエクセルでカチャカチャカチャってなんかそれ苦手なんですよって。そうなんです、右脳めちゃめちゃ発達してるんだけど、こう左脳が弱い人実はたくさんいらっしゃるんですよね。だからもし皆さん方が、俺はね婚活じゃあ寛骨経験で農業やってるんだけど、なんか数字弱いなって思う人が、もし数字に強くなったら最強なんですよ最強なんですよ。で逆にいや私は理屈とかデータとかっていうふうに、なんか新規農業者で多いんですよ。今までそういうことを会社で学校で散々勉強してきて、企業でそういうことやってきたんだけど、感覚的で生きるっていうのが苦手な人でも、ちょっとあんまりうまくは言えないんですけど、この左脳はですね、もう学生時代から訓練されてるから、いやあんまり学校行きたくないよとか、学校苦手だったよって、あの僕みたいにあんまり学校真面目に勉強しなかったよって人は、ここは左脳は発達してないんですけど、一生懸命勉強してきた人はこの左脳が発達してるんですよね。ところが左脳が発達してきた人が農業を始めたところで、ある程度この右脳というものが農家にも必要なもんだから、右脳ってなかなかこれ訓練しても発達しないんですよ。でこの右脳に長けてる人が結構農業で成功して、さらに左脳も一緒に発展してる人が大成功してるんですよ。こんなこと考えたことなかったですよね。でもこれはあくまで山下分析ですよ。
実際一人一人の左脳と右脳をこう、調べたわけでもありません。だから実は今日今お話しているのは右脳的な発想ですなんだよ山下さん、散々言ってきながらデータはないのかよと。そうなんです、実はデータはなくて言ってます。この右脳だけでこの話を作っていますすいませんね、適当で。でも僕のまあね、まあエンターテインメントも入ってますからね、その辺ご了承ください。で、何言いたいかというと、我々右脳の長けている農家さんはこの左脳ちょっと頑張りましょうよってことなんです。そしたら超最強になるし、いや左脳はできるんだけど右脳がない人は右脳めちゃめちゃ頑張りましょうよって。実は僕の動画って左脳刺激する話だったり右脳刺激する話、そういうのが実はあの散りばめられてるんですよ。ね、すごいでしょ、そんなこと考えて喋ってるなんて思わなかったでしょまあそれはいいんだけど、で今日はね、何の話かというと左脳の話をします。左脳の話ですね、左脳の話をします、ね。でどちらかというと僕は脳を耕せなんていつもねこの動画で言ってますけど、実は左脳を耕してくださいねっていうのも実はメッセージとして含まれてるんです。なぜかというと皆さん方、僕の勘ですよ、僕の勘でいくと右脳に長けてる人たちが割と僕の周りに集まってきてくれます。いわゆるあの天才肌です、天才肌が僕の周りに結構集まってくる傾向があるんです。だけどもこの左脳を使うロジカルな計算や数字っていうのが苦手な人が割と多いので、じゃあそこでこっちの数字データに強くなったら僕はもうとにかくもう農業業界で群を抜くスーパープレイヤーになるってもう本気で思ってるんですよね、ということで今回はね、今回はこの話をねちょっと掘り下げていこうと思います。でそこで、実は我々経営者、農業経営者の4大課題っていうことについてちょっと触れたいと思うんですけど、この4大課題、やっぱり利益を出したいね、これも皆さんそうですよね。そして2つ目が人を雇いたい、雇用したい。そして3つ目があの設備投資したい、大体も大きく利益出したい、人を雇いたい、設備投資したい、まあ、結局これですね、お金にまつわることなんです。お金にまつわることで最終的にお金がないのでお金を借りたい。これが僕があのいろんな方々と話しする中で農業経営者4大課題なんです。じゃあこの4大課題を解決する方法、実はですね左脳なんですね。左脳でしかこれ解決できないんですよ。だから農業者は悩むんです。右脳が発達してるからこれあくまで僕の偏見なんでねごめんなさいね、ばっかり俺山下勝手なこと言うんじゃない、俺は右脳も左脳も発達してるよって方いらっしゃるかもしれないけど、あくまで僕が独断と偏見でこうなんじゃないだろうかっていうのをね今お話してます。でまずここの利益を出したいっていうことで、じゃあそのためにどうすればいいのかって言ったら、やっぱり利益出すためには単純に原価を知るってことなんです。左脳を使ってね、原価を、例えばですけれどもここにほうれん草、これ僕が作ってたほうれん草ね、綺麗なほうれん草でしょ。でこのほうれん草が原価がいくらだろうって、これ1パック100円で売れてるとした時に原価がいくらだろうって、これを僕は計算をして捻出しました。で原価を下げることによって、だって元手が少、原価が低いってことは元手が安く済むってことだから、100円で売れて50円で原価なら50円儲かるし、10円が原価なら90円儲かるって、まあそういう立て付けですよね。まあこんなふうに皆さん方が製造しているその商品製品、原価はいくらですって、ここを知らなきゃ利益なんて出ない。まして仮に利益が出てたとしてもそれは再現性がないね、今年たまたまどこかの産地がやられたから値段が上がったっていう利益の出し方はちょっとなんか委ねてるじゃないですか、自主的じゃないじゃないですか。じゃあ一方ここにね、餃子、フライドポテト、ピザ、かき氷、ね、なんて出てきてますけども、これ原価っていくらだろうって、そんなこと考えてご飯食べたことありますね？そんなこと考えて飯食っているやつはもう美味しくないですよねだけどちょっとだけねこの原価考えてみましょうよ。例えば餃子、餃子ってね利益率がものすごくいいんですよ。なんと原価が 23%、 残りの 77% はまあいわゆる粗利ってやつなんです。餃子って実は儲かるビジネスなんですね。そしてフライドポテトはもうなんとなくもうイメージつきますよね。これ冷静に考えたらぶっちゃけボロ儲けだよね。だってジャガイモって皆さん単価知ってるでしょ、ね、キロ100円か200円かの材料をスライスしてたったこのカゴに入れてこれ300円ぐらいするわけでしょ。儲かるよねフライドポテトって。これ原価が 20% です。原価 20% つまり、これ、300円ぐらいで、ね、あのカラオケボックスとか行ったらこれ今頼むでしょ、居酒屋とか行ったら300円ぐらい頼んだら、おおそうか原価60円かって、
ってことは240円儲けてやがるなてめえとか、まあそんな風に、まあそんなこと思いながら食べると美味しくないんだけど、まあそういうことになります。じゃあ次ピザ、ピザは原価いくらだろうって言ったら、なんとピザ 15% ですよ。そら配達しても採算合いますよね。原価安っ、ね、他にもいっぱい原価安いのあります。たこ焼きだとかお好み焼き、まあ、いわゆる粉物ですよね。原価が安いビジネスは儲かるんですよ。だけどお気づきですよね、原価が安くて儲かるビジネスは、せーの、ライバルが多い。そうなんですそりゃそうですよね、簡単に儲かるならみんなやるからね、うん、でその中で最強に、利益率が高いと言われているのがこちらかき氷、まあ、ぶっちゃけ氷ですよ。氷になんかシロップかけて食べさせてる かき氷、原価はいくらっすか？ 12% ほとんども水ですよ。水売ってるようなもんですよね。え、これが儲かる商売なんです。で他にももうここでもそんなこと言ったらもうキリがないんだけど、もう一番儲かる、もう本当にもう原価 5% ぐらいのやつもあるんですよ。これ何かつと綿飴ですよね。綿菓子なんかね、夏祭りとかなんかふわーってて、あれ砂糖のザラメをさ、なんか温めてさ、シューってなんか糸状にしてさ、こうするでしょ。割り箸になんか飴のなんか布、糸みたいなのくっつけたあれが500円ぐらいするでしょ。ねえ、もう材料費もうほぼタダみたいなもんすよ。ボロ儲けですよね。でもっとまあボロ儲けな世界っていうと、こういうねドリンク系ですよね、うん、もうウーロン茶とかもうね、原価もうペットボトル160円で原価115円ぐらいだから、いわゆるもう 10% 以下ですよ。水なんて水なんて偉いことですよねまあ別にこれらを別に責めてるわけじゃなくて、いいですか、我々農業者、農業経営者っていうのも経営やってるから利益を出さなきゃいけない。利益を出すためには原価が低いがいいにそれは決まってるんですよ。で、山下さん、俺自分家の農産物の原価知らないっすって、いやそれまずいっしょ、左脳使いましょう、左脳ね、右脳の感覚だけで言っちゃうと、いやいくらか原価わかんないっすって、これやめませんか。でもこれ分かっちゃうと、原価を下げたら儲かるって、もう1たす1は2みたいな答えがそこに転がってるわけだから、で感覚的なものも持ってるわけでしょ。最強なんですよ、最強。さあやりましょうよ。ちなみにじゃあほうれん草、これ僕が作ってたほうれん草で、まあ仮に店頭価格が198円だった場合、生産原価が50円です。生産原価、うん、そして、うんうん、およそ 25% ですね。 25% だけども、間に流通業者が入りますんで、実際農家の利益っていうのは、まあ、20%、 つまり私は、店頭で200円で売れるやつを100円で納品しますと。100円で納品するんだけど、材料費かかりますよね、種代、肥料代、土地代、なんだかんだ、その生産原価が50円、販売手数料、販管費が30円、つまり1パック売ることに20円が農家の利益になるっていう、こういう、立て付けをしたわけです。つまり、200円、198円で売れているほうれん草の、の時、農家が実際懐に入ってきているのは、200円だけ20円ですよ、 10% ですよ、まあ、こういうことをあのほうれん草を作っている時に考えてたんです。だから注文が来れば注文が来るほど自分の懐の中に、まあ、10% が入ってくると、まあ、そういう計算にしたんですね。でそこでやっぱり私もいろいろ出しました。うん、材料費いくらかかってるんだろうなって、これちょっと見にくいですね、見やすいようにしましょう。材料費いくらかかってんだろうなと、こんな風に、材料費は種代が 4%、 肥料農薬が 6%、 その他資材が 1% で、まあ、11% ぐらいかかってるよなって、収穫の人件費とかにやっぱり 14%、 そして農地だ、施設だ、生産作業だっていう製造費に 28%、まあ、これが私が、当時、出した、製造原価なんですね。で他にもこんな風に、とはいえ、実際出荷するのにも出荷人件費だの、出荷資材費だの、そして販売手数料だの、販管費だのっていうのもやっぱりいります。で結果的に私はこのほうれん草を、作る時に、この、製造原価をなんとか 53% に抑えようと、本当は最終的に 45% まで抑えましたけどね。そして販管費を 37%、 そして、利益を 10% っていうところに持っていきました。
でもちろんこれって自分の努力で段ボール代をね、業者と交渉して安くしてもらったり、いろいろすることによって、どん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 原価を下げることによって原価下げたら利益上がりますからね。でぶっちゃけ僕はこういうことをやったから、ほうれん草、まあこれをやりたいがためにほうれん草をやったもんなんですけど、これやったおかげでほうれん草を作ってた時はまあもう動けば、種まけば儲かる、こういう仕組みをねやってたんです。で、まあ、この生産原価の出し方なんですけど、まあ、ぜひ皆さん方もね、材料費、人件費、製造費、もしくは販管費、一般販管費というのをこれ、自分でねやっぱり記録、手帳ね、記録するデータを取る、これ左脳ですよ。この左脳の動きをやりながら、やっぱり実は数字出してみてください。そして自分家の製造原価は一体いくらなんだろうなっていうところが分からないまま、利益出したい利益出したい儲かりたいって、そりゃちょっとうまくいく確率低いよね。だからしっかりと生産原価がなるほどこのくらいか、販売費がこのくらいか、利益がこのくらいかっていうのをしっかりと自分の商品で把握する、ここがいわゆる利益を出せる農家なんです。でこれをやるために何をするのかって、左脳を使って記録を取って数字に起こして分析して、そしてああなるほどこのくらい原価かかってるんだ、原価を下げる努力をしようっていう左脳を使いながら、じゃあどうすればいいのかっていうのと、世の中の流れを直感的に察知して右脳を使って農業をやる、最強の農業経営者ができる、まあ、こういう立て付けになってるんです、はい、ということで、今日はね、脳を耕せって毎回言ってる山下がついに脳の話をし始めたということで、まあ、お付き合いいただきましたけど、ぜひね、まあ、あのリアル山下、この、幕張メッセに来ますんで、まあ、お忙しいとは思いますけど、ちょっと山下さんってちょっと話したい人、よければここ来ませんか。10月11日11時から幕張メッセでセミナーをさせていただきます。はい、ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。こちらの脳は耕せましたでしょうか。農美次会、一歩先行く農業者のオンラインコミュニティ、ぜひご参加ください。他の農家さんってどうやってるんだろう、今の自分のやり方って本当に合ってるんだろうか、そして新しい農業チャレンジしたいよっていう方々、全国からたくさんご参加いただいております。今ですね、農美次会にご登録いただきますと、なんと有料動画、これがですね173本見放題になっています。他にもですね、まあ、有料の、1100円でですね、農ビジビップ会員というのがあります。こちら4つ特典があります。1つはですね、農業ビジネススクールの動画がなんと無料で、見ることができます。他にも毎月開催しています農ビジ会、ね、農ビジセミナーの、受講がなんと無料で、ご参加いただきます。他にも毎月オンラインライブ相談会というのをやっています。こちらも無料でご参加いただきます。他にも個別相談もなんと初回無料で対応させていただいております。お申し込みはですね、農ビジオンラインで検索してみてください。さあ、私と一緒にこれからの農業、一緒に農を耕しましょう。